新潟競馬第9競走5ず連邦特別3歳以上2勝クラス芝の 1,600m17 頭で争われますこれで全馬ゲートの中体勢完了スタートしました ほぼ揃いました内で1番のルミノ・メテオールいいスタートさらには16番エア・アネモイもいいスタートを切って間から3番のメテオリートさらに5番のダノン・ソフィアと先端を形成そのうちから2番のレゾン・ドスリールそれに並ぶ11番ラッケ・マーダ1番シンハンサー15番の 外7番帝王グランビルがつけて内から7番のサイルーン、2馬審査6番セラフィナイト、外9番レッドロワー、あとは2馬審査、外に14番ロードカテドラル、内8番チアチアクラシカ、それに接近10番大勢ドリーマー、外は13番ジュンブロスタム、間に12番エルファソ、その後ろに17番の西野ライコすそれから1馬審査4番のシュブリームという体型、600メートル35秒1で通過。 3コーナーから4コーナーに向かいます先手は16番のエアアネモイリードは1シン2番手に1番ルミノメテオールその外からスーッと3番メテオリートが上がって800を通過それから1馬差5番のダノンソフィア差を詰めて4コーナーをー内直線コースへさあ逃げる16番のエアアネモイ2番手3番メテオリート5番ダノンソフィア差を詰めて内1番のルミノメテオール2頭の後ろに2番のレゾンズスリール外は11番ラッケマーダさらに1馬身差外からは十五番の帝王グランビルが差を詰めて残り 格闘少々そしてその後ろからは9番のレッドロワ外からはジュンブロスタムを追い上げ体制さあ間から今度は先頭11番ラーケマーダ外から15番の帝王グランビルと9番レッドロワムチが入って13番ジュンブロスタム200を通過その後方からはおようやく17番西のライコ抜けたのは15番の帝王グランビューそして2番手争い13番ジュンブロスタムが上がった帝王グランビルゴールイン 2番手13番ジュンブロッサム3番手争いは2頭9番レッドロワート11番ラッケマーダ。